こんにちは。今回のアンダーアーマーパフォーマンストレーニングティップはカールアップです。まず仰向けに寝た状態で片膝をまっすぐに伸ばしていきます。で、逆の膝を曲げた状態で、両手は真上に、で、この時腕が、両耳の横に来るように、その状態を意識します。次に顎を胸につけながら上体を上に上げていきます。で、そこからゆっくり戻す。この時呼吸はしっかりと、吐きながら上体を上に上げていきます。で、戻す時にしっかりと吸っていく、それを繰り返して行っていきます。まず最初に片側8回から行っていきます。その後足を入れ替えて同じように顎を胸につけて、お腹の意識、深いところの意識を8回同じように行っていきます。次にそれができた状態で、まずはゴムボールを、膝の間に挟んでいきます。で、膝は90度、股関節は90度、その状態を維持します。次にバーを持って、バーをまず膝に当てていきます。その状態からバーをスライドさせながら足首までできるだけ寄せていきます。で、これを繰り返し行います。で、この時の呼吸は吐きながらへそを中に入れていく、そういう意識で行っていきます。で、まずはこれを12回から徐々に回数を増やしていきます。このトレーニングを行うことによって、お腹の深い部分の筋肉を意識することをトレーニングしていきます。以上、アンダーアーマーパフォーマンストレーニングティップ、どうもアスリートハウス友果でした。今回のサプリメントはアルフォー、体を酷使するアスリートのために開発された回復に特化したサプリメントです。回復に必要な4種類の成分を配合し、今日の疲れを明日に残しません。トレーニング直後の摂取がおすすめです。